どうも、なおちんです。さあ、今日もメガトンキュー武蔵やっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は、ランクも50まで上がりましたし、難しいクエスト、やっていきましょうか。今日行くのは、これです。超ド級ミッション。ノーマルは全部クリアできました。ノーマルでも結構きつかったな。なので、今日は、エキスパート。行きたいと思います。ちなみにこの超ド級ミッション、ソロは推奨されてません。うん、マルチプレイで、行きましょうという場所なんだけども、ソロでね、俺は全部クリアしたいところでも、多分ねマスターメガトン以外だったらそこそこいけると思うんだよな。ということで今日はここ、空を切り裂く翼、ここのエキスパートに行きましょう。これがボスだね。マンタ S です。どんなやつだろう。あれ、倒して。ちょっと待って。場所が悪い。場所が悪い。場所が悪い。やっべ。あぶね。倒せましょう。場所が悪いって。ちょっと画面端からスタートはちょっときつかったな。よっしゃ。ダメージはまあまあまあ入る。まあまあ入るけども、どうだろうね。これ雑魚も出てくるんで。雑魚をどれだけ早く倒すか、うん、しっかり処理していかないとね。そう、上からのこの赤い玉にさえ当たらなければワンパンされることはないと思うんで、よっしゃ、オッケー。お前こいつが嫌い、あ、やばいやばいやばい、よし、こいつ早いから嫌い、ちょっと待って、オッケー、オッケー、倒した。ちょっと待ってよ、ここから行こうか。同じ場所をね攻撃し続けたいんだよね。そうするとダウン取れるんで、よし、 OK、 同じ場所をしっかり攻撃していこう。後ろの方だね、後ろ後ろ後ろ、いけ、メガトンパンチ、そんなダメージにはならんが、よし、やばい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 、さすがの攻撃力だね。よし、ちょっとダウンまではいかないか。よし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 、ちょっと回復して、こうアイテム何もないね、何もないで、偶数で飛んだ時は雑魚は出てこないんで大丈夫でしょう。 OK、 こっちだったっけ、ここだよね、右の後ろ足のところを、今重点的にやってるんで、そこを狙っていくか。ここ近接攻撃がね、あんまり効かないんだよ。ここ？ここだよね。おっしゃ、オッケー。で、次は、ここか。オッケー。うんうん。同じ場所をここしっかり狙っていくと、だいぶ違うもんね。見にくい見にくい見えにくい見えにくい見えにくい、ちょっと待て待て待て、あぶねえ、ここ場所悪いな。おいおいおい、嘘、ここちょっとやりにくいな。うん、なんか場所が悪くて全然見えない。ここはいか、よし、まあまあまあ、でもまあそれでもそこそこ与えたでしょう。ここフィールドが狭すぎるよ、フィールド狭、あんなギリギリのところで戦うとなるとちょっと嫌だな。で、雑魚が来るでしょ、よっしゃ、 OK、 OK、 あと一体どこ、あ、いた、ボスが来る前に倒しておきたい、オッケー、こっちだよ、うんうん、後ろ足の方がどうも狙いやすいっぽいね。後ろ足を狙っていこう、危ない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 、あれ食らうと本当ごっそり持っていかれる、うん、下手したらワンパンだねあれ。よし、オッケー、いやー難しい、ちょっと待って、回復回復、よし、回復よりも
ダメージ与えていく方にちょっと注力した方がいいのかな。よし、まあ、それでも言うても3分の2は削ったぞ。あはははは、危ねえ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 、何その爆撃、危ないよ。ザコは、あ、来ないね、さっき来たから来ない。はい、降りてきて後ろ足の方を狙っていきましょう。前足はちょっとねフィールドの先に出ちゃうので避けにくい。また来た、また来た、来た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 、危ない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 、降りてこい。降りてこないんかい。次来たら後ろの左足かな、そっちを狙っていきましょう。もう来ないね。どっちだ、うん、こっちか、ここか。 OK、 よし OK、 いい感じ。メガトンバンジが打っとけ。おっしゃー、気づかせた。いいぞ。待て、必殺技のチャージが完了した。もうチャージ完了した、分かってる。クリティカルを入れていこう。ここもね、狙っていきたい場所なんだけど見えないんだよね、敵の攻撃が見えにくい。よし、オッケー。多分もうちょっとでダウン取れそうな気はするんだけどね。あぶねえ、うわぶねえ、死ぬ。ああ、いやでももう少しだよ。いける。ああ、え、何、パスちょっと待って、どうすんのこれ、これ爆弾のパスの仕方が分かんない、まあいいや、分かんない、爆弾を俺、ずっと持ってるんだけど、危険だよこれ、どうしろっていうの。よし、OK、お前も。倒す。ああ、爆撃された。強い。あ、でもよかった、もう爆弾はなくなったね。まあ、次降りてきたら終わりでしょう。おい、爆撃してくるでしょ、こっち側、こっちに避けていく。よっしゃ、避けに行く。はい、次は、正面の方を狙っていこうか。正面の左側だね、左側を多分狙っていくと良さそう。メガトン、しゃあ、 OK、 いける。まだ使えないんかい。よし、 OK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 、 いいよ。もうちょっとじゃあ、来た、超ド級のエキスパート。まあまあ全然残り2機あるしいけるな。あ、これもう一個上の難易度もこれ多分全然いけるぞ、こんなとこが。おそらくまあこのマンタは倒しやすかったもんね。うん、倒しやすかったんでいけたんでしょうけども。さあ、どれぐらいもらえるんだい。まあまあ経験値もいらないけどね。16000、あ、まああんだけ強くて16000だったらちょっと割に合わないかな。はい、何がくれる。おー、レジェンダリー来た。レジェンダリーのチップが来ましたね。ガード時の TP 回復量 2.1、 いまいちですね。はい、ということで今日は超ド級ミッションソロクリアしました。まあまだランクがね、難易度が上の方なんで簡単だったけども、これちょっとメガトン級とかも頑張ってやっていきます。ソロでやっていきますよ。ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。